後ろにサポートに行きました。内野、三上、オフサイドはないか。瀬野の折り返し、ニアで竹下、そして三上のシュート、1点返した AC 長野パルセイロ。後半に入って再三ビッグチャンスに絡んでいた19番の三上洋介、左の瀬野が右でチャンスを作りました。そして自分のところにボールが来るんだと信じてゴール前に走り込んでいた三上洋介、次の1点